今度食い分はいいんだけど、食い分はいいけども薬がな欲しいな。でドアをねきちんとここに作んないといけないから、こちらは壁をねどういう風に作っていこうかね。ここからこう来てこうと、あ違う違う違う、こう壁が、危ない危ない危ない、ちょっと待って、建築してる時にさ、いい加減にしなさいあなた。あ、建築してんだこっちは。おい貴様のせいで建築がめちゃめちゃなってるだろ今。おい、もうおかしなことになってるからここ。やばい、一旦戻ろう。怖い、危なかった。ああ、これ薬圧倒的に不足しますね。どうしたもんかな。まだこの草がいっぱいあるからいいけども。よし、巻いておきます。これで、持っていって、さっきの失敗したところをね、直しましょうか。何なんだこれ。めちゃめちゃやん。でここに入り口を作んないといけないんだけど、これもういらないんだよね。でライターがいらないんだよ。あ、違う、ライターを取っときたい。ライターを収めて、でここをね、ここダイナマイト使ってもいいんだけど、そこの家が壊れる可能性あるから、ここは丁寧に1本ずつ切りましょう。これで OK と。この辺もそうですね。でここにどういう風な、ドアを作るかと、うん、ドア自体は小さいものしか作れないから、まずはドアを設置しましょうか。 OK、 また来てるこれ。おい、お前らの村はいただいたんだ、おとなしくせんかい。って言って死んだな。って言ってね、ちょっと楽しいことあったんでしょうね。さあここにですね、まずドア、これね、ドアを設置すると、こんな感じでしょうかね。でこのドアをまずは完成させようかな、どうせだ。でここに壁、もうこれでかい壁じゃなくてもいいかな。普通にバリケードのやつでもいいかな、これ。これにしましょうか。でこう乗っけて、ここら辺で終了させておけば、4つで済むと。全然いらないね。今までの壁何だったんだっていうぐらいいらないねこれ。よし、もうむしろ、あ、これだけ、あ、もうちょっとあった気がしたけど、気のせいか。 OKOK、 もう一個ぐらい、ここにホルダーを持ってきて、あ、あったあった、建築をやりましょうか。だいぶまったりした動画になってると思いますけども、あ、ここにもまだ2個ほどあったよね。持っていきましょう。これで完成させちゃいましょう。サクッとこれで囲んじゃいましょうよ。ドラドラ、いや、とうとう囲めるぞこれ。長かったな、長かったけどもとうとう囲めますわ。よし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 、オッケーオッケー。で奥からあと2個ほど持ってきて囲めることになります。これ
よし。で、囲んでしまったら中に敵が。おら、おお、ちょっと、あこ、あこ、私追いやられた。押されてた、押し相撲で負けてた。ああ、あいつ逃げていったようだな。恐れをなして逃げていったようだね。恐れをなして逃げていくがいい、ほんと。もう二度と帰ってくるな。これで置いといて。完成となりました。さあ、壁の中に入ってみましょう。うん。見てください。この安全圏。で、さらにこれを安全にするためにね、あの罠をね、張り巡らさないといけないわけですよね。家の中に入ってくる可能性もあるからね、どっかからすり抜けてね。だから家の周りにバリケードを設置するというのも大切になってくると。うん。で、バリケードこれでもいいんだけど、これね、石、作ったら、まあまあまあ、そこ作りたいとこなんですが、まあまあいいでしょう。で、罠なんですが、こういったものより、バリケードなんですが、こういったものよりも、ね、例えばね、ベンチとか、もしくは、こういったやつの方が、敵がね、そこに詰まってね、入ってこれないんですよね。なので、こっちの方が便利ですね。置いときましょうか、こうやってね。こうすることによって入ってきづらくなると敵が。なんなん、びっくりさせんで本当。急に投げてくるから音もなく。よし、ここも、取っておきましょう。石を投げるという行為効くんでしょうか、本当。帰ってきた。あ、もう入り込んでるな、これ。よし、罠の方できました。こんな感じでね、罠をね、設置していくっていうのはいいかもしれませんね。守られるよね。うん。で、あとはこの吊るすやつね。吊るすやつで守っていくっていう手段ね。例えば、こことかに並べていく感じ、こういう感じかな、こんな感じですね。で、並べていって守ると。実際ここの面はじゃあこれで並べてみましょうか。こんな感じで。ロープはね、読み込むたんびにこの辺に生まれるんで、それを使えばいいかなと思います。ちょっと待って、そこの人、ちょっと待ってね。はい、はい、準備完了。戦う準備完了したよ。あ、もうちょっと待って、もうちょっと待って。これにね、布を巻きつけて、それを持って火をつけるまでちょっと待っていただきたい。 ありがとう、本当ありがとうね。ここに罠を設置と、本当ありがとう、待ってくれて。恐れをなして逃げちゃいますね、やっぱりね。怖いんでしょうね。私のことが怖いみたいですね。さあ、ここの畑がどのぐらいできたかと言いますと、こんな感じになっております、今現在。いい感じでできてきてますね。で、どっから原住民が入ってるのかちょっと謎ではあるんですが、この中で生まれてる可能性もあるんだよな。しっかり封しないとダメだね、これね。うん、後でしよう、ちゃんと。おお、なんか出れないなと思った。なんか出れないと思った。こんなとこで詰まっちゃうから、よいしょ、とどめだ。はい、とどめ、オッケー。あ、かかった。早速かかった。かかったな、これ。かかっちゃったね、これ。あれ？あ、一撃だ。
一撃になったみたい、これすごいぞ、これ一撃でいけるらしいぞ。さあ、あそこにも罠ね、どんどん作っていきましょう。うん、よし。でロープも必要になってくると。オッケーオッケー。体力が、いやー、でこれでここにどんどん設置していきましょうか。いいねいいねいいね。またなんか罠と罠が干渉し合うみたいなことが起きなきゃいいんだけど。オッケーオッケー。で拾っていきましょうと。うん、久々にあのバタンってなる罠使ったけど、いいね。吊るすやつってずっともうその残しちゃうとバグっちゃってロープどっか引っ張っていっちゃうんだよね。そういうことがなさそうでいいですね。よし、さあこれもこっちに運んでおいてだな。邪魔になっちゃうからね、ここの建設が。よし、これでほんと防げればいいんだけど、この辺も爆発させましょうか。よいしょ、拳銃見来て、走っ通り過ぎただけ、通り過ぎただけ、あなた。オッケー。これ物に当たると壊れるみたいなのももうなくなったのかな。ここまで来るならここまで運ぶか、ほんの底や、運んでしまおう。よし、ここはできたと。じゃあここもどんどん立て続けに置いときましょうか。昔海岸線にめちゃめちゃ設置したことあったんだけど、前のミドルスペックの時にでも、まあ、カクつくまでにわりかし時間はかかったというか、ある程度置けたんで、このぐらいじゃあまだカクつきはしないとは思いますね。一応スペック的にはかなりハイスペックになっているんで今現在はね。よし、ここにもギリギリ詰めちゃおうか。斜め、斜め、これ斜めにつけるとどうなる。一応やるだけやってみようか。貴様らがかかるか楽しみだわい、楽しみだわい。よし、これで OK。うん、なんかいろんなことを忘れてる気がするけども、コメントの方ね、たくさんありがとうございます。今はため取りのためね、反映できてない部分が多いかななんて思いますけどもね、終わったらいつも見返すようにはしておりますね、フォレスト動画の方の、ね、のコメントをね、うん、あれあったよね、この辺にね、2台ね、なんか消えてない。ああ、こんなところに置いといたか。 OKOK、 持ってきましょう、全部も出動させましょう。これあの家も完成させないとな。さあ運ぶぜ。今度はバリケード、壁を作った後はバリケードを設置と、うん、いう感じですよね。さらなる補強をして重ねていくと、ここほんと要塞化にするですよ。農場にもしますけども、要塞化にもするですよ。なんか片言になってる感じがするけども、そんなのは気にしません。さあこの辺でしょ。あ、あったあったあった。よし、ん、あ、登ってる。あ、それ燃やそうか、私が燃やしてあげる。登っとけ、線みたいに登っとけ。今切り倒してやるから、今切り倒すから待って。これ楽しみだな、どうなるか。あー、どっか行ったな。どっか行ったな。あれ一緒にファダーン倒れてギャーっていうさ、
のをもう予想してたんだけどさ、ダメだったね。惜しかったね、これね。あ、さっきの人もったいなかったな、今のね。面白いとこだったんだよ。 OK。 もうそこは芸人魂見せないとダメでしょ。 OK、 ここまで持ってきて、さあ完成としていきましょう。あ、ロープか。ロープが足りなくなってきてるか。ロープだったらね、早いもんですよ。この村の中にね、大量に転がってるんでね、ロープも拾ってまいりましょう。うん、そういえばあの相撲取りのことをエドモンド・ホンダって呼んでる人がいたんだけど、確かにね、技的にだいぶエドモンド・ホンダだったもんね、あれ。 OK、 これでロープの方拾いに行きたいんだけど、ほんとここ入れる場所がなくなったよね。あのこっち側だとめんどくさいよね。ここから入らないといけないもんな。ここも入れそうな気がするから、後で封をしよう。よし、完成と。囲めできたな。で、ね、ロープがね、この辺、あら、ここにはなかったか。家の中に1本は入ってたんだけど、この家のこの内側を明るくしなきゃいけないですね。明かりを大量に投入してね。できるだけ消えないやつがいいから、ドクロランプが一番いいんだよね。布も OK と。あ、これ入り込んでるっしょ、これ、どっからかね、多分生まれるんだと思うんだよね。生まれてくるけど、この生まれるリスポのところに物を建てればいいんですよ、要は。それをね、今後やっていかなければいけない。ここ安全にするためにはね、リスポン潰しね、マイクラでもあったと思うけど。よいしょ、雨降ってきたな。雨をしのぐために天井も作るのもありなんだけど。 OK、 さあ、一回寝た方がいいんだけど、これ寝るまでの時間がねちょっとかかるんだよね。よいしょ、チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。